長173センチ、その長身で的をガードする作戦です。 On your mark set。 スポーツになってる。さあどこまで寄せていけるか。まさに理想の位置取りです。このことはできるのか。On your mark スピードで行ったほうがいいよな。作品いった。果たしてどうか。しかしわずかにコースがずれました。しかしご覧ください、その様はスポーツというよりもはや斬新なアートパフォーマンスのようです。宝ジェンヌいったNets, the creative. 片足を弾き飛ばす作戦でしたが、横をすり抜けてしまった亮が、結果中心に近いのはわずかながら高橋です。さあそしてご覧ください、腰にまとった宝塚のプライドは見るも無残、予定に恥ずかしい絵面になりました。運命の佐藤愛ちゃん、賞金10万円を目指していきます。全長が13メートル、高さが4メートルある大階段。ぐるぐるの中を階段を両手両足を使って登っていきます。まずリードしているのは小峠、一番人気です。小峠がリードしていく。そして斉藤も現在2位、第3位に小宮、そして狩野英孝も順調なスタート。ただ田中がやおっと狩野英孝していきました。斉藤もしていた、あ小峠も落ちました。非常にスローに手足を動かしていく小宮です。小宮が慎重に動かしていきますが、後ろから田中が上がってきたぞ。小宮が1位、2位が田中、3位に小峠と斉藤が続いています。斉藤もしていた。さあ3人が並んで小宮がなぜか下がっている。地味に後退している。よくリーガーわからないが、ガタガタ落ちていった。先頭が小峠に変わりました。先頭小峠、2位田中、3位が狩野英孝となっています。狩野英孝足をまたつかせていなくなっていきました。小峠人気に応えるか、順調に中央突破。ただ鈴木奈々はこの辺りから7回ほど落下していった。しかし小峠は順調にいくぞ、順調にいった。ぐるぐるになれたか、小峠ここで落ちていった。佐野と一緒に落ちていきました。最後は誰でいきます。 AD が履いてるやつかもしれない。さあパリッと、どうだ、どうですか、食べてない、美味しい、食べてる、おお口を開けてください。どうですか、パキッと。どうですか、あれ、すげえ
力なんじゃない侮辱的なこと言う待てうわーすごい本当にすげーそんなにそうだこれおカレンダーを選びこれは普通のカレンダーだテル松岡はハンガーをチョイスいけるおこれは普通のハンガーです怪しい怪しいいやすごい絵だよこれも来たおすごいどうですか えどっちどプリンスえあいや硬そうだよ硬いえうわはいどうぞはいどうですかあっ来たよいい音いや設楽さんこれ本当のだるまですかじったあ本当だ嘘おい違うそれなんとこれ僕のおやつなんですよこれが何の場合になるぞ大須だな自分で言ったからなかなか階段を登れていない現在2分経過いたしました小宮がやはりスローに手足を動かして現在1位最高がそれを追っていますさらに追うのが田中です斉藤と小宮しかしながら田中が落ちていった大悟はなかなか階段を登れないそして狩野英孝来ているぞ小峠も速い左右から攻めている3人がほとんど並んでいるしかし一歩抜け出すのは誰かこの2006年春から始まったヌルヌルの歴史ヌルヌル伝説の始まり3年ぶりに感謝祭に復活したこのヌルヌルで果たして誰が今日伝説を作ることになるのか小峠がまた中央突破現在トップになっている右足がちょっと危ないか一歩ずつ一歩ずつ行く軽い攻撃突破小宮がなぜか這いつくばって動けなくなっている小峠は順調だ小峠が一歩ずつ確認をするローションを確認この隙を見て狩野英孝が順調にリードを広げていきますトップに立った狩野英孝3分が経過しましたいつまで戦いは続いていくのか本格的に生放送の終了の時間が近づいてくる11時36分ですあと放送は、はい、まだ10分ほどあります皆さん頑張ってください10万円が近づいているladies find this one difficult but you'll be surprised how many do get through oh ambulance please red-headed partner in crime and now they raise a charge hell for leather into knock knock why do they go head first あぐらをかいて一旦休憩第五の素晴らしい技がありました股抜きした後一旦上級手を出た小宮が落ちていったそして大光も落ちていった現在トップは走るのは大悟そして小峠が追いかける田中が現在仰向けになって体勢を入れ替えている狩野英孝も下から追いかけていくさあ大悟と小峠が並んだぞ小峠が抜くか抜いたか一歩抜くか大悟と小峠先頭争い二人で一瞬何かを持つような感覚ゆっくりとゆっくりと二人で行っている並んでいる一緒に上がっている一緒に上がって何が待っている肩を組むいやここでトップで争い頂上で争い小峠と大悟落ちた全員落ちた全員頂上から落ちましたすでに5分が経過いたしましたなぜか全員落ちた
落ちた後に月を見て狩野英孝が一人で登っていく。なぜか狩野英孝が全員落ちた後トップに出す。その後ろ小峠が行く。狩野英孝中央まで来ました。すでに戦いは5分を経過しております。狩野英孝と一番下まで落ちたはずの小峠、また2位まで上がってきた。小峠と狩野英孝、この2人の激しい戦い。さあ中央突破している狩野英孝か小峠か、スピードが上がってきた。先ほどは頂上で大悟と小峠の戦いがあった。小峠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 、最後の最後全員落下、全員落下。旅に合うんです、旅に合うんです、旅にポキ合うんです。当てた。グリコ、これが生放送です。6分が経過しております。小峠がやはり早い。小峠ローション慣れしてきている、ぬるぬる慣れしている。上がるのが非常に早い。あのメイクを通していった。ここで第5のセットに立った。なかなか上がれていなかった。斉藤も上がってきた。さあ上がってきたぞ。またライブは休憩を挟んでいる。休憩を出て斉藤も押していった。中央突破の小峠を追いかける。小峠あーっと膝から落ちていった。体力も消耗してくる。間もなく7分に差し掛かる。この激しいぐるぐるの戦い、現在トップは黄色の大悟36歳。高校時代まで野球をやっていた。その足腰で強靭に登っていく。男性陣の芸人芸能人の皆さん、本当に時間がまずくなってきたそうです。本当に時間、放送時間がまずくなってきたそうです。頑張ってください。大悟か狩野か、大悟か狩野か、さあさあこの戦いはトップだ。ずっとやってきた今日の日のために、ぬるぬるのために、田中は神のモノマネをやってきたと、そう感じさせる。神田中、神田中行け。神田中がゆっくりと手足を伸ばし頂上にたどり着いてはない。たどり着かなかった。8分を経過しております。残り6分取って、放送時間がまずいです。皆さん本当に放送時間が待っていて、頑張ってください。取っていいよ。頑張ってくださいとしか言えませんが、本当に頑張ってください。緑の狩野英孝がリードを奪う。狩野英孝がリードを奪っていく。狩野英孝、さあまさにこのトレジャーハンターで狩野英孝が栄光をつかもうとしている。10万円をつかもうとしている。緑の狩野英孝、狩野英孝10万円。この番組はサントリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Step and let your shoulders
26 years ago, this man murdered and ate a woman in Paris. He has never stood trial. Today, he walks the Tokyo streets a free man. A free man with an ongoing appetite for human flesh. Number 10, Rue Elanger, Paris. Here, the man who became known as the Japanese cannibal spent 48 hours indulging in his lifelong fantasy on a young female victim. Then, on the evening of June the 13th, 1981, the killer emerged. Dragging two large suitcases, he hailed a taxi, instructing the driver to take him to a nearby park. There's like 80 of us now, that's a scary thing. Shit they doing on that other side, embarrassing. We in Paris with it, 100 cares with it. All this shit is for my son to see. Because of my cannibal desire, my personality had seriously become, how do I say it? It was swallowed up by my obsession. Everything. Jacob charged me for a tennis chain. US Open had it on a set, the tennis game. Tell the coach don't kick me out, I like the tennis games. Am I insane? Am I menacing? There's like 80 of us now, that's a scary thing. They going on that other side, embarrassing. We in Paris with it, 100 cares with it. All this shit is for my son, cause he been hurt. I caught me a group in a hop in. He came in the game, but he not in. They're fucking back in with the fine. He told you a rat with a line. He got some new jewels, he's dressing his eyes. Spraying the god, he don't die in it. Let me take him back to the back door and out. Don't you remind. I thought there was no way I could shoot her facing her. Like I said before,
I thought it would have to be from her back. And in order for me to aim at her back, she had to be facing away from me. If she reads for me, she sits down at the desk and reads a book, she will have her back to me. I had decided before that the first bite would be the buttocks. He tried to bite straight into her buttocks, but his teeth were not sharp enough to pierce the skin. He tried using a small paring knife, but that didn't work either, so he went out and bought a large butcher knife. When he first cut into her right buttock, he said the left one was closer to her heart, and he was scared of blood, so he started with the right one, because, you know, crazy people. When he cut into the buttock, he thought he would get to meat immediately, but what he found was a yellow substance that he later learned was fat cells. I was able to cut through the skin. I'm a fool, so I didn't have a clue about human body structure. I thought that red flesh would appear straight away, but it wasn't like that. And this layer that was like sweet corn just carried on for ages, however deep I cut through. I couldn't reach with my knife, so I ripped out the flesh with my fingers and put it in my mouth. He then cut through the layers of fat until he found a chunk of red meat, which he tore out with his fingers and ate raw. He said that it tasted like raw tuna. Once he took a bite of her flesh, he began having an erection. He rolled her body over onto its back, cut a piece off of her thigh, and put it into his mouth. The actual act of eating her caused Isi to become overwhelmingly aroused, so he stripped off his clothes and had sex with the partially cannibalized body. Isi spent the next few days cutting off other body parts and eating them or wrapping them up and saving them for later. He ate her thighs, lips, neck, tongue, and part of her face. He said he was excited to eat her breasts until he cut them off and found out they were nothing but fat cells. He took pictures of her body at every stage of the process. After a few days, the corpse began to smell foul and attracted flies, so Isi went out and bought two suitcases. He dismembered what remained of the body and packed it into the suitcases. He called a taxi to take him to a local park. You have a call from an inmate in a correctional facility. Arriving at the Bois de Boulogne, a densely wooded park on the outskirts of Paris, the killer believed this to be the ideal location to hide the evidence of his crime. But with its island restaurant, the park was a popular destination, and it did not go unnoticed that a 4'9", smartly attired Asian man was struggling to drag two large suitcases towards the lake. The unusual-looking man rested on a bench, falling asleep only to awake to see an elderly gentleman opening one of the bleeding suitcases. When the old man started to scream, the killer stood up and calmly walked away into the night. Inmate, state your name. After I had sex with her, I tried to kiss her. For the first time, I said out loud, "I love you" in French. And I felt a huge shiver. Nissin wa futo futomen sengen. Futomen revolution.
さにショック新太麺堂々Bashes on both sides. Definitely waiting for the strike. Oh, there it is. I respect that. That was pretty cool. Okay, good stuff. Good stuff by Dustin. That was a clean. Momentum. I think that's what's happening right now. He wants to keep it up. Whoa! Right. Pays off. Doesn't do too much, but I mean, yeah, that hurt. That hurts. Green. I don't know my colors. Ouch! That's gonna be it. Mm-hmm. Good stuff. The stun. Taking it. Nice initial step. Sadanomi slips both arms inside and marches. Nishiki cannot stop Sadanomi's aggressive sumo. Sadanomi wins and gets his kachikoshi, his first in four tournaments. Again, kachikoshi means more wins than... Is that even punishable? No, not the backdash version. Yeah. Oh! And returns the favor right there. Yeah, backdash Tsubame is very punishable. Not SSM punishable, just because he hangs. Checks with the 5D. Up. 2D. Oh my god. Oh, he went for the 2D. I respect it. Come on, Brett. That's how you lose? Oh,
punish. Yep. He pops the rage. Oh, that was their time to ease it. That was it. That was it. Ah! Oh, he gets the stun special. Is that enough? Oh, no, it's not. Just a bit so nasty. Oh, nice. Good job. Sama Kazuki. Yeah. Shimanomi attacks, Kaisei absorbs the charge. Shimanomi is seeking his opportunity to start his offense, but Kaisei keeps Shimanomi at dead center and finish. Tsukidashi thrust out. This is getting that. Oh! Wow! Wow! Guys! Oh, no. Yo, we slugging. Good, nice combo. Play of the night. Orson Cartier, shocking. Oh my God! He'll live to fight another day, though. Talk about taking liberties! プレイヤーは様々な形にくり抜かれた壁を的確なポーズですり抜けられると10ポイント獲得。知ってるよ、ニコさん。どうか、マオちゃんも得意のさあ、四流芸人チーム先制なるか、オジナッティの挑戦。何のために凱旋門賞を見に行ったんだよ。頼むよ、頼むぞ、四流芸人。何これ、出た。Not authority, but orders.Right, make it desperate now. Oh, you haven't got a chance, mate. Yes, you have. Good swerve. Oh. Ow. No chance, matey. Ow. That's not fair. Ow. Not sure of his back like that. Oh, well done, lady. Yes. Oh, don't let me know what you're doing. What are you doing?続
続いては。あ、気がついた。クラッティー。クラッティーフォーム。早くもクラッティーフォームが出ている。スターチーム、もじおさんの挑戦。全然違うじゃん。これか。さあ、もじおさんという形が来た。さあ、かつてもじおさんにこれほど難しい問題が出たことはあったか。どうするか、どうするか。もじおどうするか。あっと、もじおか。さあ、もじおさんか。もじおさんか。もじおさんか。これダメだ。I was going to say you wouldn't want to be a jockey, but I just worked out that they're not real. Doing well over the fences. Oh, he's falling that hurdle. Number six making headway. Oh, it's a bit like one of those games at the fair. Oh! Six has fallen at the first hurdle right onto his face. They'll be turning him into glue tomorrow. Six goes again! Has that horse been drinking? Oh, three or four lengths! That horse is going to be dog food by tomorrow. さあ、この角度、この角度を大きく出せるか。この角度、さあ、瞬間だ、瞬間の勝負、どうか。マクドナルドについにあのキャラクターたちがやってくる。光る、震える、喋る、みんなのポケモン480円。今度の水曜からマクドナルド。山崎さんの挑戦です。連続クリアで同点に。しかしこの後勝負と関係ないところである男が大事件を巻き起こす。それはもじおがリプレイを見ている時のことだった。
さあどうか、この形稲川頑張れ、抜けられるはず。では参ります、団体戦四流芸人チームの挑戦。お母さんのためにも、どういうこと、どういうことこれ。無理じゃない、絶対無理ですね、これは。いや大丈夫大丈夫、いやこの形ほら無事にやるじゃないです。ちょ、ほんと止めよ、そうだそうだ、その形その形その形だ。あっ、2人は落ちて1人がハマった。やばれやばれ、はい、田舎田舎田舎。さあ、それではスターチーム田舎くんの挑戦です。田舎田舎、いけるよ田舎で、田舎くん、出ました、この形。頑張って、分かったよ、分かった、なんだよ、ノーツカスケ、ノーツカスケ通り抜けて田舎。大丈夫、大丈夫、大丈夫、田舎、どうぞ、どうぞ、どうぞ、クリアです、通り抜けました、田舎くん。答えは一つみたいになってますよ。違う違う違う、今回違う、四流芸人チーム代表都会くんの伊藤アナウンサー挑戦です。よし、行こう、都会大事、どれ、三つの穴でした。どこを通り抜けたらいいんでしょうか。This woman has been hypnotized to stand in front of a wall with her eyes closed. When this happens, there's something really stinky hidden inside this box. Here she has to put her hand into a box and guess what's inside?おつなぎします。おお、どうですか、そっちは浮いてるよ。
もともと家族で向いてるけどね。うん、なんか言ったか。なんでもない。犬かき得意ですね。うるさい。あやはどうした。今お店がスゴスマで大変みたい。すごいスマホのキャンペーン、略してスゴスマです。あやー、ちょっと黙ってて。すいません。よろしくね。イエーイ。さあ早速行きましょう。意外なリアクションじゃん。すいませんね。ない、はい。あいつは体ひょうたんみたいになる。いった何してんの。絶対ダメだ。あの子何なの。すいません、なんでもっとない。お願いします。いった。
見てられへん。見てられへん。絡みたお願いします。いきます。お願いします。頑張って。番組のために。ああ、うわあ、よっしゃ。じゃないよコンソメパンチ、うまさが効いてるコンソメパンチ、コンソメコンソメコンソメパンチニュー。コンソメコンソメコンソメパンチ、パンチで元気コンソメパンチ。100m ですよ。
漏らした時点でアウトです。いやダメだ、マジでダメだ。うわ、くるくるくる。ああ、リュウさん漏らさないで、走って。なんで走んないんだ。走れるか。よし、よし、早い早い、待て、しまう。あ、これ本当に出しちゃっていいの。ジモンさんみたいになりますよ。ああなりますよ。最悪だ。さあもうちょっと頑張って、ほら。ああ、やめろやめろやめろ、ダメだよ、ダメだ。リュウさん、それはなし、その邪魔はなし。出てない出てない。いやー、もうゴールするぞ。ダメ、すいません。いや、何やってんじゃない、これ出ちゃうって。あー、負けんぞ上島。はい、あー、さあ、さあもうちょっとです。さあ行って。いけるでしょ、もうちょっとでしょ。何やって、早く。よっしゃー。ダメダメダメ、これになってるわけですね。はい、 AKB 仕込みのリアクションでミイラの間攻略なるか。キューキューってなってきた。強い強い。あー、待って待って、すごい。生駒さんといえば今高校2年生。はい、2年生です。じゃあ学校で漢字を勉強したりしてます？漢字やってます。はい。ということは大概の漢字なら知ってますね。大丈夫ですかね。あ、漢字問題だって。大丈夫？漢字が苦手な生駒さんでも分かる簡単な漢字の問題です。ミイラ製造機が作動します。いや問題、双角が三角の常用漢字、人名用漢字を7つ答えなさい。はい、3、あと簡単なのさ、僕言ってちゃう。あと、三角ですよね。三と、あと、なんだろう。あ、全然言えてないよ。あ、もうテンパって、わかんなくなっちゃった。帰ってこ、帰ってこ。今何個言えてんの。一個だけ。一個だけです。30秒前。第7つ。口。9は違う。20秒前。9。あー、11。あー、あれ、あれなんだっけ。分かんない。10秒前。5秒前。4、3、2、1。分かんない。生駒さん、チャレンジ失敗です。全然ダメじゃん、生駒ちゃん。いや、冷静になったら大丈夫なんですけど。ちなみに、上って漢字知ってますよね。上知ってます。あ、下って漢字は上と下あるじゃん、あるじゃん。あとは土っていう漢字は。あ、では、生駒さんには私の仲間になっていただきましょう。おい。終始テンパり、たった1問という結果。生駒里奈、ファラオ像を隠す。チームエイト小田、念願の生き相撲に初挑戦。さあ、じゃあ、なんすか、何小島。小田ちゃんって、あの歌が上手いから肺活量がすごいんだって。どうしよう。ああ、そうよ。じゃあ小田、意気込みの方どうですか。はい、もう小島さんにコオロギをぶち込みたいと思います。はい、そう、じゃあしっかりと加えていただいて。加えてね、大丈夫。と、ここで小島が。もうそれ、それはもう話をかけます。ちょっと、どうした。
ついた？怖いから。ついた？口動かって入ったんですけど。ついた？怖いてないよ。怖いてない、大丈夫。では VTR で確認。もうそれそれはもう話したらダメです。ちょっとどうした？やはり小島は確実に吹いている。吹いた？違う違う、悪いわ。違うの、どの程度で動くのかなと思って、ごめんね。やっと、いや、わかるやん。ということで仕切り直し、はい、すると、はい、くわえて入れて、ちゃんとくわえて、おっとどうした小島、どうした？吹いた。小田吹いた？吹きました。ここまではっきり言われると気持ちがいいね。それでは今度こそ待ったなし、しっかりと筒くわえてください。はい、怖い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 。さあ行きますよ、発狂に残ったで行くから、はい、見合って見合って、発狂い、残った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 、両者譲らぬ押し合いから最後小島が見事なうっちゃり。しかし小田がビビって口を離してしまったため、コオロギは入らず。そこで佐田がやりたかったやもんな、食べたかったでしょ。はい、食べたかったです。はい、壊れる。行きましょうか、負けたからな。はい、パクッといきましょう。いただきます。マジでマジで本当に美味しい。ポポポポポピアツイストトトトピアサクサクククククヤクレボポポツイストとサクサクク、トリンドルンルンルン、ガルボツイストサクサクということをお伝えしています。温泉取材は最高だな。えっ、ストーンブレフル、あ、負けてたまるか、僕だってストロングレフル。明日の新幹線何時？明日、1九六ストロングゼロ。ブルース、豆腐は体にいいぞ。低カロリー、しかも低価格。低価格？ダイハツミラーイース。よく覚えた、ブルース。リッター30キロもね。バナナと言ったらどうだ。強引ですが決め間違いない。君や彼女を元気づけたくてバナナは。I am born. あ、取れちゃったよ。え？これか。接着剤は。モンスター全部で150種類、通信ケーブルでモンスター取り替えっこ、スーパーゲームボーイならカラーで綺麗、仲間が増えるロールプレイング、ポケットモンスター、赤を買うか緑を買うかちょっと違うよ。私はネラン、この夏は世界に羽ばたくのだ。ハロー、アニュハセヨー、コマンタレプー、ん？ナナミナミだ。世界のホテル予約も海外もチャラ。グラファイト剣道、グラファイト審判、グラファイトチアガール、グラッときて、グラファイト告白、グラファイト失恋、グラファイト悲しみの雨、グラファイト体温計、グラファイトメガネ、グラッときて、グラファイト告白2、グラファイト命中、グラファイトデュエット、グラファイトプロポーズ、グラファイト父の反対、グラファイトつまらないものですが、グラファイト OK、 グラファイトケーキ入刀。ちなみにグラファイトはシャープシンです。グラファイト新登場です。7つの関門が待っています。
4人でスタートを切るファーストステージです。続いて登場してきました、4人の挑戦者、まず芸人グーでブレイク江戸はるみ。高いところが嫌い、大丈夫か江戸はるみ。レーサーとギャルモデルの二足のわらじ、鹿児島美香。メガネアイドル時藤亜美。亜美ちゃん。マジシャンの西ゆかり。おっと衣装が変わった。着替えた着替えた。レディー江戸鹿児島時藤西。さあまずは鹿児島時藤亜美が今先頭だ。メガネアイドル時藤亜美が丸太橋に行った。おっと鹿児島亜美が落ちた。鹿児島亜美が撃沈。さあ時藤亜美、そして江戸、さらには西ゆかりも行っていますが、さあ時藤亜美、そして江戸はるみ。江戸はるみは高いところが大嫌い。その中で江戸はるみが、あっと大丈夫か大丈夫か、釣り展望なんとか残っている。高所恐怖症の江戸はるみだ。大丈夫か江戸はるみ、動くことができた。左足をついた、そしてクリアした。江戸はるみが先頭、そしてマジシャンの西ゆかりが追っている状況。マジシャンはまだ超えることができない江戸はるみ。さあ江戸はるみは高いところが大嫌い。その芸人グーでブレイクの江戸はるみはクリアしました。ここまではなんとか大丈夫、緑の壁を乗り越える江戸はるみがいった。そしてブランチョー、残り時間が残り35秒になりました。時間が少なくなってきた。怖いとつぶやいた江戸はるみ。急いで急いで急いで、行け、行かないのか。ジャンピングは撃沈。いや私勝てるんじゃないでしょうか勝てるんじゃないでしょうか。 Our next heat contains 21-year-old Makoto OgawaMakoto is a talented singer who takes her physical training very seriously. Also competing is 29-year-old city councilwoman Mika Yoshiba. Can either of these athletes defeat the brutal first stage? 女100人がファーストステージに挑んでいます。次の挑戦者が登場してきました。モームスがくの一に登場だ。Ready? スタートしました。元モームスの小川、どうか。小川は現在先頭、そして市議会議員の吉羽、さらには阿波踊りの山田が先頭です。第3の関門、釣り展望に行きました。釣り展望、阿波踊り、40代の山中先頭。山中先頭だ。阿波踊りを始めて20年、事務職の山中、事務職山中、阿波踊り、阿波踊り押した、水の中に消えていきました。さあどうでしょうか。あっとモームスの小川、小川が激震。メッセンジャーの脇田も落ちました。市議会議員の吉羽美香、寝屋川市市議会議員吉羽、落ちた。行き過ぎた。寝屋川市市議会議員は落ちてしまった。While dismounting the hanging logs, singer Makoto Ogawa hit a wrong note and landed in the water. Politician Mika Yoshiba managed to reach the swing jump, but she had too much momentum and launched herself over the raft and out of the race with a splash. Since all four competitors were defeated, they will all get another shot at victory in the second chance round. Coming up on the Women of Ninja Warrior...More challengers battle head to head. Will Makoto Nagano's wife make her own run for total victory? Welcome back to the Women of Ninja Warrior, where 100 female challengers are battling head to head in the completely redesigned first stage. The competitors are struggling to survive. So far, not a single athlete has even managed to reach the finish line.Who will have what it takes to become the first to advance to stage 2?
știu că lumea se așteaptă la mine, la o performanță, dar aici este ceva nou și eu îmi voi da toată silința. Our next heat contains three-time Olympic rower from Romania, Viorica Susanu. This gold medalist will have to battle Asami Nagano, wife of Ninja Warrior Grand Champion Makoto Nagano, who has been training Asami for this competition in hopes of total victory. Ready? 注目は何といっても長野誠の奥さんでしょう。長野麻美初出場。さあ長野の奥さんだ。土偶ちょっと遅れた。土偶遅れました。そしてビオリカ・スサヌ、ルーマニア。落ち着け落ち着け。おっと危ない、危ない。チアリーダー吉田、チアリーダー吉田、なんとか耐えている、なんとか耐えている。足出せ足出せ、足出さんか。長野も今クリアするか。ビオリカ・スサヌ、ボート、ビオリカ・スサヌはどうだ。着水、ビオリカ・スサヌ脱落。さらに吉田も足をすってしまった。吉田転落。吉田、吉田、吉田よ。残るは長野の妻、長野麻美だ。さあ長野の妻、ブランチョー、完全制覇者長野の妻、降りられない、降りられない、長野の妻だ。残り時間があと10秒だ。残り10秒、土偶脱落。ここで土偶も落ちた。長野の妻は残り3秒、2秒、1秒。ここでタイムアップ。長野の妻、ここまで来ましたがタイムアップでした。 One by one the women reached the swing jump, and one by one they were eliminated. Only Asami survived, but on her final dash for the red flag, her time ran out.Since all four competitors were defeated, they will all get another shot at victory in the second chance round. ここまで行ったのに。結局最後だって一人だったよ。最強の主婦、西村千恵38歳。Competing in the next heat is Chi Nishimura, known as the world's toughest housewife. She will be battling against gymnast Tomomi Arimatsu, who has the strength to clear the first stage. さあ、スタートしました。サーファーの北川、そしておっと頭を打ちつけました西村。サーファー北川いきなり落ちてしまいました。それを追ってきまして、おっと落ちた。リズミカルに有松は進む。追っていくのは西村。有松クリアした鉄条棒、一気に登っていく。ブランチョーだ。有松と、そして西村。有松先にブランコ。ブランチョー国体優勝。有松見事に着地。そして西村はどうだ。最強の主婦がまさか、有松が登っていきます。有松が登りきった。旗を取りました。最速タイムです。なんと1分12秒、驚異的なタイムを叩き出しました。 G. Nishimura leapt off the swing jump at its highest point and dropped straight down into the drink. Gymnast Tomomi Arimatsu quickly broke free of the pack and cleared the swing jump with easeShe scaled the netting and reached the red flag with over 45 seconds left on the clock. Coming up, the redesigned first stage puts top competitors to the test. Which of these athletes will know when to hang on and when to let go? Welcome back to Women of Ninja Warrior. We just watched as gymnast Tomomi Arimatsu crushed her competition and became the first challenger to advance to the second stage.Following her success, three more challengers grabbed the red victory flags and advanced to the next stage. Who else can overcome these new punishing obstacles and move on to stage two? 日本初のプロラクロス選手、山田幸男。格闘家、渡辺久恵。日本体育大学ソフトテニス部、井上真澄。ネイルアーティスト三井環奈。2年ぶりのくの市。さあやはり格闘家渡辺久恵が先頭に立った。そしてその後ろ山田が2番手につけています。丸太橋を越えていった。やはり山田、渡辺、三井環奈が脱落。ネイルアーティストはさすがに脱落。さあ渡辺、そして今山田幸男がトップに立った。さあ山田、鉄条棒に行った。あっと渡辺一切落ちた。格闘家落ちた。さあ山田幸男、鉄
行った。距離は5メートル。この鉄の間を抜けていきました。そして日本体育大学ソフトテニスも頑張っている。さあ、ブランチョーに行きました。日本初のプロラクロス選手山田幸男、そして日本体育大学の学生井上も頑張っている。まずは山田、山田、まずそして最後はいかだ渡し、おっと日本体育大学井上も頑張っている、井上頑張っている。さあ、ラクロス選手、日本初のプロラクロス山田幸男、懸命に登っている、懸命に登っている。まだ時間は十分に残っている。赤い毛の登った、登って旗を取った。そして日本体育大学ソフトテニス部井上も取った。ファーストステージ2人がクリアしました。Incredibly, both pro lacrosse player Sachio Yamada and tennis player Masami Inoue fought bravely and reached the red victory flags. They are now only the second and third competitors to advance to stage two. Yamada-san, ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございましたね。危なかったです。落ちかけて。はい、でも目標達成です。はい。非常に難しくなった2009年のくのいち。ファーストステージに挑む4人です。まずはストリートダンサー山田里奈子、エステティシャン都築淳子、マッスルミュージカル花魁に出演小田島あずさ、プロスノーボーダー中田彩、レディースタートしました。ファーストステージ一番外がプロスノーボーダー、遅れた。ストリートダンサーは今先頭、そしてエステティシャンも頑張っている。マッスルミュージカルの小田島、さすがで、おっと女の戦い、バトルが連れてるの、あとここで足が落ちたが生き残った、生き残った。3人が横一線鉄条棒に行きました。エステティシャンの通気は少し遅れている。ただ4人がこの鉄条棒に行きました。マッスルミュージカルの小田島先頭か、3人が横一線、そして4人が横一線並んだ。ファーストステージ山田がいった、山田がいった、そして中田もいって、おっと4人が並んだ。そして最後の勝負を上げていった。これはまさに4人の女のバトル。まずは小田島いった、小田島、山田、さらには都築もいった、中田もいっている。まずは小田島一着クリア。そして山田がいった、ストリートダンサー山田、さらには都築もいった。しかし中田も到達した、クリアすることはできず。なんともレベルの高いこの組。All four competitors had the speed and balance to overcome all seven obstacles. However, only two challengers per group can advance, and celebrity entertainer Azusa Odajima was the first to scale the exhausting wall and claim a red victory flag. Seconds later, street dancer Rinako Yamada sprinted to the finish and grabbed the remaining flag. Both women will advance to stage two. すごい接戦でしたね。思ったより。Coming up, an action star fights to knock out her competition. And this pro wakeboarder Maho Tanaka has reached the final stage in the past. But can she make waves on the redesigned course? Welcome back to Women of Ninja Warrior. It's time to check out today's Ninja Killer.The new first stage has no shortage of punishing obstacles, but the swing jump has easily dunked the most competitors. Even the slightest miscalculation will send hopefuls swinging out of the running. So far, only five women have survived the brutal first stage, while countless others have been left in the water. With four competitors racing head to head, the pressure to reach the finish line has never been more intense. Who else has the speed and balance of a champion?The next heat includes 22-year-old action star Mikie Hara.
she has no problem beating enemies on screen. But can she defeat the brutal first stage? 曇り空、緑山、その中でスタートを切る。 Ready? 女優の原美恵はどうか。原が今突っ込んでいった。まずはこの第二障害の丸太橋、原美恵が先頭で、おっと運動神経の良さを見せている。釣り展望に行った。4人が並んでいる。その中で火付けパフォーマーのいよいよ遅れている。女子大生気象予報士天野、天野が行った、天野が行った。さらには原美恵の行った。そして2つ目の関門、マリコミユキも追いついた。さあ3人のうち2人しかクリアすることはできませんが、まずは気象予報士、女子大生気象予報士、あっとマリコミユキドボン。さああとは気象予報士と女優の対決。女子大生気象予報士、二十歳の天野沙織、細身の空手で今旗を取った。そして女優の原、あと15秒切った。残りは10秒だ、時間がない。原美希最後に旗を取った。ファーストステージクリア。息が上がってるんですけど、なんかすごいびっくり、興奮しちゃいました。これだとちょっと危ないんで、回転した時に。The day's final heat contains pro snowboarder and wakeboarder Maho Tanaka. In a previous Women of Ninja Warrior tournament, Tanaka battled all the way to the final stage before her strength gave out. She's back today to fight for redemption. But she'll be racing against young hockey star Yuka Kato. Kato's team has won the National Japanese Field Hockey Championship 3 years in a row. She's been training relentlessly and has big dreams of reaching the second stage.身体能力を誇る4人がスタート地点、今一気にスタートしました。さあいち早く飛び出していきましたのはホッケーの加藤、ホッケーの加藤が飛び出している。さらにはウェイクボーダーの田中、おっと加藤だ、加藤いいスピードだ。鉄条網に入りました加藤、それを追っている警備員の千葉。さあもう一度加藤のブランチョはどうだ。耐えた耐えた、耐えました加藤。そして警備員の千葉、千葉どうだ、千葉も着地。田中遅れている。第6回大会のファイナリスト田中遅れております。加藤が登っていく、加藤登っていく。さあ田中着地した、田中着地しました。塗装業の原田は落ちた。そして千葉が追っている。加藤が今旗を取りました。加藤も好タイムで旗を取った。そして今警備員の千葉、千葉が旗を取った。なんと田中は旗を取ることができませんでした。第6回大会のファイナリスト田中は旗を取ることができませんでした。体力に自信あったんですけど、結構一気に来て偉いなと。嬉しいです。まさかです、まさかです。ちょっとスピードが足りなかった。Today, 60 competitors confronted the first stage in a series of four-way head-to-head battles. While many found the course too difficult to survive, 12 impressive athletes managed to reach the finish line. But more competitors have yet to face the redesigned first stage, including American Playboy playmate Sarah Jean Underwood. Can this bombshell bring her game face? And will anyone else defeat the new obstacles on their quest to become the next female ninja warrior?Stay with us for more punishing obstacles, more stunning competitors. We now head back to Mount Midoriyama in Japan as the next four competitors are about to begin. 次の4人はこの4人だ。まず芸人伊藤麻子。ベンチプレス日本チャンピオン岩崎明子。サッカーキングカズのトレーナー、アルゼンチン単語講師鎌田夏樹、グラビアアイドル橋本まなみ。レディー、さあ4人がスタート。グラビ
ルゼンチン単語講師、さらにはトレーナー、そして芸人と様々な職種が揃いました。さあと滑った、滑った、岩崎滑った、ベンチプレス日本チャンピオン消えた。そして伊藤麻子、さらにはアルゼンチン単語川田、さらにはアイドルの橋本、3人が残っています。3人が並んでいる第三関門の釣り展望。さあアルゼンチン単語の川田、セクシー衣装で超えた。芸人伊藤も来た、芸人伊藤も来た。あっとアルゼンチン単語川田は水の中、なんと芸人とアイドルが残っている。まずは芸人伊藤麻子か、伊藤がスタート。ブラジオ伊藤落ちました。芸人伊藤麻子、そしてあとのアイドル、最後は芸人の伊藤麻子、やはりブラッチョーで落ちていきました。そしてラクロス日本代表、佐久間智子です。 Our next heat includes Tomoko Sakuma, a former member of the national lacrosse team. Also competing is gymnastics instructor Satomi Kadoi. Which of these women has the speed and agility to bound into the second stage? さあいずれも劣らぬ運動神経、身体能力、くの位置をねじ伏せるか。スタート地点、勢いよくスタートしました。元ラクロス日本代表の佐久間、いいスタートを切りました。手前から体操の門井、門井が飛ばしている、門井飛ばしております。さあそのおっとぶら下がる、この釣り展望ちょっと危ない、不安定だ、不安定だ、これは危ない。なんとか耐えている、なんとか耐えている。さあそしてトライアスロンの川崎、残り時間はまだ30秒以上ある。さあどうだ、見事に着地、おっと危ない、落ちてしまった。リンが落ちた、リンが落ちた、リンが落ちました。さあ登っていきました、登っていきました。門井が登っていく、体操の門井が登っていく、門井が登る、この最後の難関の消防壁、見事にクリア。最速タイム、見事な最速タイム、佐久間登った、登り切って旗を取った。この2人がファーストステージをクリアしました。一斉に4人が姿を現しました。まずはトリノオリンピックショートトラック日本代表、勅使河原郁恵。トリノ代表勅使河原やってきた、そして横浜からやってきたフラダンス講師浅野真由美。テニス歴わずか1年という歌手ミッキー、実力は未知数だ。そして注目の女王様がやってきた、西岡澄子です。さあ果たしてこの4人何人が生き残るのか。おお西岡澄子いいぞ、西岡いい、飛び出した。おっと西岡ちょっと突っ込みすぎた。歌手ミッキーが先頭だ、ミッキーが先頭、西岡澄子意外に先頭、かなり慎重に橋を渡っていった西岡。さらにはフラダンスの講師浅野、そしてミッキー先頭です。ミッキー、さらにおっとトリノの勅使河原どうだ、ミッキー足を伸ばす、ミッキー今クリアしました、ミッキーがクリアした。西岡ちょっとまだ立ち往生してる、ここで西岡が渡りました、西岡渡った。さあフラダンスの浅野その後ろから追っている。まずは歌手のミッキー、ミッキーが先頭、そのミッキーを西岡澄子が追っている。そしてショートトラックの勅使河原、3人が並んだ、3人が並んだ、勅使河原登る、ミッキー登る、西岡も登る、3人一斉に並んだ。さあそしてブランチョーだ、ブランチョー、ブランチョー1人脱落、フラダンス浅野がここで脱落。さあまず飛んでいったのは西岡、なんと背中で着地、ミッキー脱落、そして勅使河原、勅使河原もクリア、西岡澄子見事にブランチョークリアした。そして西岡澄子が登っていく、西岡が登る、西岡が登る、さらに勅使河原が登る、西岡澄子ボンテージルックではなく今日はスポーティーなスタイルで、なんと見事に西岡澄子が登り切った。西岡澄子やりました。
さらにトリノオリンピックショートトラック日本代表勅使河原、勅使河原もクリアした。西岡澄子と勅使河原、なんという顔合わせか。Sumiko Nishioka nearly landed in the water. However, her body stayed on the raft within the rules, and the comedian scrambled up to the first victory flag. Moments later, Olympic speed skater Ikui Teshigawara also raced up the exhausting wall and earned her own spot in stage two. Coming up on Women of Ninja Warrior, can this centerfold bunny hop her way into the second stage? And will former Ninja Warrior finalist Rai Komiya kickstart her quest for redemption?Welcome back to Women of Ninja Warrior, where 100 female challengers are coming face to face with stage one. The course has never been harder, but several more amazing athletes managed to defeat the brutal first stage. Can anyone else overcome the odds and advance to stage two? さあ次の組、登場いたしましたこの4人のチャレンジャーです。まずはアルティメット世界選手権の金メダリスト森幸、千葉県からやってきた。アルティメット世界チャンピオン、そしてアームレスラー全日本選手権優勝者朝日陽子36歳、この太い二の腕。さあそして中国雑技団トータンタン、トータンタン、トータンタン3回転、そしてアメリカからやってきたプレイボーイモデル、サラジーン・アンダーウッド。 In the next heat, we have American Sarah Jean Underwood. This 25-year-old playboy model enlisted former Women of Ninja Warrior finalist Maho Tanaka to diligently train her. Can Sarah Jean model a winning pose at the finish line? Ready? さあ、4人がスタート地点並んだ。スタートしました。まずは中国雑技団のトータンタン、トータンタン会長、さらにはアームレスラー朝日陽子、そしてアルティメットの世界チャンピオン森幸、いずれもいい調子だ。プレーボーイのサラジーン、プレーメイトのサラジーン、異彩を放っております。このサラジーンが、おっとサラジーン先頭、タンタン落っこった、タンタン脱落。まさかタンタンどうしたんだ。そしてアルティメットの森が追ってきた。プレイボーイのモデル、ブランチョー、サラジーン、プレイメイト、プレイメイトサラジーン、アルティメット森脱落、残念森。そしてプレイメイトサラジーン、男の視線を釘付けに、プレイメイトサラジーンノット、そしてアームレスラー朝日も脱落、朝日も脱落、プレイメイトサラジーン登ってきました、黒一アメリカ代表サラジーン、プレイメイトがなんと黒一を制した。Sarah Jean looked incredible as she flew through the difficult course. Her only misstep came on the swing jump when she worked up too much momentum. However, the playmate cleverly held onto the rope long enough to direct her fall down onto the raft. An impressive move by a knockout competitor. The final leg was no problem, and as she reached the victory flag, this beauty proved she has both brains and brawn. It was hard. I thought for sure I was never going to make it past that swing, but...Somehow I did. 4人の挑戦者が姿を現しました。まずはアイドルフットサルチームガッタスに所属しています、これ永美希。今年もファイナルなるか、第5回くのいちファイナリスト小宮理恵。 Competing in her 6th Women of Ninja Warrior Tournament is former finalist Rai Komiya. Rai is an experienced challenger, and she's one of the few athletes to have reached Women of Ninja Warrior's punishing final stage. Earlier this year, Rai proved her strength by battling alongside the men in the main Ninja Warrior Tournament. Now this seasoned pro is back for her shot at redemption. Ready?第5回のファイナリスト小宮はどんなファーストステージを見せるのか。その小宮先頭だ。丸太橋も難なくクリアしていきました。3人が並んでいる、遅れているのはクレーンオペレーターの岡田。さあ第5回くのいちのファイナリスト小宮、小宮残った、やはり順調にこの辺りを突破しています。鉄条網まで行きました、鉄条網、そして追っていった福島、あっと押した、これ永押した、
さあ2人の一騎打ち、さあ小宮理恵第5回くノ一のファイナリストはやはり軽々とブランチョーまで行きました。追ってそして元自衛官アイドルの福島も頑張っています。さあ小宮理恵第5回のファイナリスト、うわーい軽々、これは順調だ。第5回のファイナリスト小宮順調、あと自衛官アイドルをしたブランチョーで落ちました。元自衛官アイドル、さあ小宮理恵、小宮理恵は今年もリニューアルされたくノ一でも力を見せる第5回くノ一ファイナリスト小宮理恵。まずはファーストステージクリアしました。Rai Komiya never missed a step. The former finalist soared through the obstacles with ease. Her dismount off the swing jump was picture perfect. Looking like the experienced veteran she is, Rai cleared stage one with over 45 seconds still on the clock. Coming up on Women of Ninja Warrior, the first stage may have ended in watery defeat for some, but that doesn't mean they're out of the running. The new second chance round is next. Who can sprint to the second stage? And who will spin out of the race for good?527頭です。冬ギフト割引527品目追加。声優。コンソメシルブプレ？本当に愛してる？
clouds and blue skies and the sun in my eyes some wood for fire and leaves and trees 糖質 70% オフの美味しさ淡麗グリーンラベル気持ちいい。なるみさんはメイク中進化中クラレマルは演説中進化中2人はなぜかデート中が進化中クラレプリーズのスタートでプリーズの CM プリーズのスタートでプリーズの CM プリーズのスタートでプリーズの CM プリーズのスタートでわーザラメ。OL から転校してきた里中レモンです。大人の女だ。里中さん大人ねえ、オイル塗ってくれない？年上のあの人はゼロカロリーのレモン味。いい感じ。ファンタゼロレモン。綺麗になりたい。牛乳ない。じゃあ買いに行こう。牛乳に相談だと思ったら冷蔵庫いないから買いに行こう。行くぞケンタッキー。チキンくて強くなっぞ。光るドラゴンボトル付き最強セットじゃ。めめケンタッキーでそうグッド。ヘルスケアのエーザイ。リーチ。おお。イエー。はい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 。ああ。イエー。Me? Only はうまかった。カップヌードル日清。今日から働くジョーンズさんです。この惑星の住人は物欲に支配されている。生きるために必要なものなどそんなにあるはずがないのよ。すみません、これどうやって使うんですか？1キュッパです。さあ、お見逃しなきように。はい、1キュッパ、1キュッパでご奉仕しております。いかがでしょうか？住人だ。1キュッパ、1キュッパ、1キュッパ。この惑星の住人は1キュッパ、1キュッパが大好きだ。缶コーヒーのボスゲームボーイアドバンス。レッツゴー。ゲームボーイアドバンスならではのスリリングな4人対戦、マリオカートアドバンス。We'll be right back.
コニコさんこのパリコパーン、パリパリパリコパーン、パリパリパリンコパーン、パリパリパリンコパーン、パリンコパリンコパーン。巨人だ！この自転車 AKB がついてるって。 AKB？ サトシくん待って、サトシくん、サトシ BAA だった。 BAA は安全の証です。 BAA を選ぶ君が好き。いいわね、学生って。私も制服着てみようかしら。さすがに無理がある。悪かったわね。なんか言った？何も。何してるの？エア勉強。普通に勉強する方が楽じゃない。しても将来役に立たなそうだし。そうそう、エアで十分。そんなことない。え、悩みがあるならどんどん電話して。そのためのホワイト学割よ。先生成長した名前だ。今年はテレビ付きだし。何でも思ってんの？フライングゲット。吹っ切れたわね、前田さん。よくやった。なんちゃって。テレビ付きホワイト学割。初めて君がハグしてくれた。初めて君がハグしてくれた。二人を夢中にさせるご褒美スープ、シーバーアミューズ。シーバー。エイソン、エイソン、エイソン、どこ行ってたの？ほら、エイソン。私には時々エイソンが必要なの。ちょっと時々エイソン、ボディはちっちゃく。かなりよ。AさんのAさん、エプソン。Let me go. Let me down. Stop. Ew. Naya. Let me down. It's okay. Like 40 of y'all in this motherfucking house. Take me back to the zoo, bitch. I'm finna bite the fuck out of you, bitch. Take me back. Watch this. I'm finna bite the shit out you, ho. Bitch. Take me back to the zoo, ho. Chips. Let me get some of that. Bitch. Stop calling me Slim, ho. My name ain't no motherfucking Slim. My name DeMarcus. I ain't no pet neither, bitch. Ah, let me go. Who the fuck is all these people over here? Slim. Hey. It's DeMarcus, bitch. Ah, let me go. All my life I had to fight bitches like you. Bitch, I ain't no motherfucking pet. And where the bananas and shit at, man? Y'all said y'all had bananas over here feeding me tortilla chips and shit. Bitch, I should smack this shit out of you. This Halloween, be sure you're all wearing McDonald's trick-or-treat safety cups. Children should be seen and not heard.